6週間の雨の季節が終われば、私は愛する家族を残して消えていきます。残された私たちの時間が幸せにあふれたものでありますように。ごめんね、たくみさん。何が？もう一人で苦しまなくてもいいから。ん？私絵本を見たの。辛いこと全部一人で引き受けて、私のこと守ってくれてたもん。本当にありがとう。私なら大丈夫だから。ただ友人にはこのまま黙ってたいの。いい？真夏のクリスマス悪くなかったでしょ。たくみさんも少しは楽しんでくれた？僕は奇跡を信じたい。一度起きた奇跡は二度起きるかもしれない。僕もユージもまた奇跡は起こるって信じてるんだ。だから君も信じてくれないか？またいつか会えるといいね。幸せになってね。私のさあ仕事に戻らないと。君に別れを切り出したあの夏、すっ
全てが終わったんだと僕は思った。部品工場はすぐに辞めてしまった。体調は最悪で何をする気にもなれなかった。君を忘れようともがけばもがくほど君を忘れられなくなっていく。その夏は何をして時間を潰したのか思い出せないんだ。そんな時奇跡が起こった。君がひまわり畑に、その後すぐ僕らは結婚したんだ。どうしたの？僕はいつも君のおかげで、そんな僕と一緒になって君は本当に、この番組はドライブユアドリームズトヨタ、携帯は生活のあらゆるシーンへ、ドコモグループ、清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りします。むぎゅー、もう一度むぎゅー、おまけにむぎゅー、念入れてむぎゅー、無牛でした。どうしたの、ユージ？なんだもんよ。ユージ、行くよ。行ってきます。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。ユージ、行くよ。ママが悲しむ。
ユージ君の言葉ママにはいつも聞こえてるんだよ。今日のここ B ルートに変更になったんだよね。そうだよ。了解。このため東日本西日本はしばらく晴れのお天気が続くでしょう。ということで気象庁は先ほど関東甲信地方の梅雨明けを発表しました。去年よりも5日、平年よりも3日遅い梅雨明けでしたが、平年に比べると降水量も上回っています。しかし今日から夏、カンカン照りの日が続きます。ごめん。あー夏だね。だねー。浜は恥ずかむの先生、僕帰っていい？どうして？ママが。ママ？どうしても帰らなくちゃいけないんだ。いいよ。それで、ありがとう。梅雨も上がったようだね。今年の梅雨は出なかったな。あいおくん、行ってあげて。きっと黙っていくつもりなんだと思う。だから見送ってあげて。あいおくん、
お帰り。何してるんだ。なんだかミオンが今またか。のままでいいんだよ。ママ。ママは僕を産んだから死んじゃったの？僕がいなかったらママはずっとたっくんと一緒にいられたんじゃないの？何言ってるの、ユージ。ママはね、ユージと会うために生まれてきたの。ユージがいない人生なんか考えられない。ユージじゃなきゃいけないの。ユージはママの希望なんだから。希望？そうだよ。だからママの言ってること信じて。信じられる？ママ、もう行っちゃうの？もう会えないの？そんなことない。ユージが大人になって、おじいさんになって、それで赤い部線に呼ばれたら、そしたらまた一緒に暮らそう。約束だよ。それママのお守りにしようかな。わかった。
私なら一人で大丈夫なの。私のために無理しないで。ゆうべ匠さん言いかけてやめた言葉があったでしょ。こんな僕と一緒にいて君は本当に幸せだったって、多分そう言おうとした。私匠さんと一緒にいられて本当に幸せだった。僕も。世の中にはすれ違う出会いだってたくさんある。なのに私はその人の子供を産むことだってできた。だからもう疑わないで。匠さんはいつだって大事に大切に私を支えてくれたんだから。楽しかった。私ね、匠さんと永遠を約束するためにこの6週間があったんだと思う。Thank you.
むぎゅう、もう一度むぎゅう、おまけにむぎゅう、何入れてむぎゅう。はい、むぎゅうでした。今日は早く帰ってくる日だから。行っといで。行ってきます。あ、おばあちゃんだ。これあなたにお返ししたくて。美穂の日記です。あなたが持ってて、その方があの子喜ぶと思うから。私ずっと心に引っかかっていたことがあって、あなたと結婚して美穂は幸せだったんだろうかって。もっと違う道を歩んでいたら、こんなに早く命を落とすことはなかったんじゃないかって、ずっと心の奥でごめんなさい。私ね、その日記を見ながら昨日一晩かけてゆっくりあの子と語り合った。私確信したの。あの子はあの子だけの幸せ見つけて精一杯生きたんだ。これ以上ない幸福の中を駆け抜けていったんだって。私は信じてみることにしました。だってあの子ったら、あなたの娘の生き方を褒めてやってくださいって、親の私に向かってそんな堂々と書いてきて。あの子らしいって思わない？匠さん、私ね、やっと心が静かになった。6月1日、晴れ。今日は学校で席替えがあった。私の隣の席には3回連続で同じ人が座ることになった。さようなら。その人の名前は相尾匠くん。私たちはずっと挨拶しかしたことがない。私は愛央くんに、愛央くんは毎朝一人で走っている。少しくらいの雨なら休まない。
仲間がいなくても構わない。勉強しろだ。あいおくんはそういう人。誰？この絵のモデル。あ、だってミオは今までずっと木とか花とかモチーフだったでしょ。え、ちょっと待ってよミオ。あの絵のモデル工藤らしいって話聞いた？あんなチャラチャラした奴のどこがいいんだか。まさか赤い鉢巻きをしている人が本当にいると思わなかった。あの絵のモデルは愛夫君なのに。した人たちの名前を知っていても言わなかった。不器用で損をしている人だけど、私も愛夫君に似てるかもしれない。ごめん、ベストが尽くせますように。四つ葉のクローバーは愛夫君にだけ送って、後の人たちにはカードだけ入れた。本当は愛夫君にだけあげた方が良かったのかもしれない。中学を卒業したら愛夫君はこの町を出ていく。離れ離れになってしまう。帰ってくれる？ありがとう。ミオ。私も愛夫君の隣は居心地が良かった。自分の言葉に自分で驚いた。もしもし、えのきなです。あの、あいおです。中学で同じクラスだったあいおたくみ。え、実は卒業の時の君のサイン帳に
僕シャーペン忘れちゃって。あ、それ返してもらっていいかな。とても大切なものなんだ。ごめんなさい、私そのままにしちゃって。いや、そういう意味じゃなくて。あ、きっとあると思うから探してみる。お母さんの浴衣を着て行った。ごめんなさい。これ。うん。そうだね。そうだね。じゃあ。花火やろうか。次のデートの約束はしてくれなかった。あやおくんは私といても楽しくなかったのかもしれない。相葉匠くんから電話がありました。駅のホームで待っているそうです。クラクラ来てさ、愛夫くんはでも2ヶ月ぐらい自分の話が面白いかどうか気にしていたけれど、私にはとても楽しい時間で、あと同じ空気を吸っているだけでドキドキした。ポケットここ空いてるからよかったら。お邪魔します。私は初めて愛夫君と向き合った。応援には来ないでいいからって愛夫君の手紙には書いてあった。でも私は会いたくて。
ウルもなし、着順も変わらない。まさか、そんな。もうええわ、残念だったな。じゃあな。突然アイオくんから、僕のことは忘れてほしいという手紙が届いた。どういうことなのか理由が知りたくて手紙を書いた。でも何通書いても返事は来ない。話をしたい。でも愛夫くんはいない。私のことを避けてるのかもしれない。またいつか会えるといいね。同窓会とかお互い結婚してたりして幸せになってね。私のさ、仕事に戻らないと。私の幸せはあなたといることなのに。私は危篤状態になりました。ママ。気がついた時、私は全ての記憶を失って森にいました。ママだ。リオか、リオなのか。それからの6週間はあなたが知っている通りです。私は
自分の日記を見つけました。交通事故に遭った19歳の私は8年後の未来に飛んでいたことを知りました。そしてそこでは私はもうすでに死んでいたことも。全ての事情を知った時、私はあなたに二度目の恋をしていました。あの時のキスは私の初めてのキスで、だからあの夜も他には二度目のことでも、私にとっては初めてのことで嬉しかった。あなたを愛して、あなたに愛された6週間はかけがえのない時間でした。雨の季節は終わり、私はあの8年後の世界に別れを告げました。あなたたちに会うことはもう。もしかしたら夢だったのかもしれない。いや、夢なんかじゃない。私の運命は匠さんと結婚し、ユージを授かる。そしてユージが6歳になる誕生日に、私はこの世を去っていく。匠さんと結婚する道を選ばなければ、また違った人生を歩むことができるのかもしれない。私は何度生まれ変わっても必ず同じ道を選びます。私の幸せはあなたと生きること。だからあなたに今会いに行きます。
丈夫だから。もう大丈夫だから。会いたかった。今何してるかな、君も見ているかな、オレンジ色に染まる空を、朝日に変わる夕日を。ママから？そうだよ。これはママから預かった手紙。これからユージが二十歳になるまで毎年届けてくるからな。ユージ、8歳のお誕生日おめでとう。むぎゅ、今年はおじいちゃんおばあちゃんも一緒かな。ママもアーカイブ制でユージのお誕生日お祝いしてるからね。ユージくん、何これ。森で一番の宝物を掘り出してるところだよ。おいしそうじゃん。ちょっと待って、ユージくん、ちょっと待って。It's a rainyみんな元気いいな。マリちゃん、次の休み空いてる？ドライブ行かない？車買ったんだ。あー、そうだよね。分かってる、ごめんね。急にそんなこと言われても困る。マリちゃん、海が見たいな。本当に？え、本当に？近いな。本当に？先生、ん？本当のところはどうだったんですか？何？ミオが戻ってきたこと信じてくれてたんですか？私はあなたの味方だって言ったでしょ？優しい人になってください。愛しています。たくみさん、私あなたたちを忘れないから。見ているかな。雨はや
空にかかるアーチ、虹でつながる君と僕。このドラマのサウンドトラック CD と DVD をご覧の皆様にプレゼントいたします。ご希望の商品名に番組のご感想を添えてご応募ください。締め切りは9月26日、当日の消印有効です。